稲峰一郎は、日本の政治家、実業家、軍人。沖縄県国頭郡本部村出身。元沖縄県知事、稲峰恵一の父。1929年、早稲田大学に入り、その後下宿先となった早稲田大学の恩師、西村松木の長女と結婚。卒業後は、南満州鉄道に入社。満鉄青年同士会に参加し、用務部長として、 東郷真珠や山崎元美紀という満鉄有力者と個人的な関係を結んだ。満鉄駐在員として万国に滞在し、タイの王族、家境、現地有力者などとの間で信仰を結ぶ。東南アジアの新しいリーダーと戦中に交際を深めたことが戦後のアセアン人脈となる。第二次世界大戦中は海軍武漢府に出向し、インドネシアのジャカルタに赴任。 敗戦後には、ジャカルタ在住の沖縄県出身者コミュニティの中心的人物となり、インドネシア人に漁業技術等を伝授。インドネシア独立戦争を支援した容疑で、オランダ当局によって投獄された。日本本土に帰国後は、戦後すぐに結成された沖縄人連盟に参加し、英語能力を活かし GHQ 琉球家との接触の窓口を務める。 GHQ 琉球課長ウェッカリングの依頼を受け、戦後初めて沖縄人連盟を代表して地上戦で荒廃した沖縄本島を1947年に訪問。沖縄県民から大歓迎を受ける。当時の沖縄本島は米軍基地拡大により高地を接収される一方、南洋軍島や満州から強制的に引き上げ民が帰還させられたため、 過剰人口で溢れ返っていると稲峰には見えた。ただし、引き上げの積極推進を率先していったのは、当の沖縄人連盟であった。そのため稲峰は、沖縄県の復興を、戦前の最大の産業とも言うべき、移民事業の再興によって、しかも、救難用群島への再移民許可によって行うべしと、する報告書をまとめ、琉球下に提出し受理される。 米国海軍の反対でその案が否定されると、ブラジルアルゼンチンへの移民喪失事業のため、沖縄民政府を代表し南米視察に出かける。移民事業は、旧南洋軍党と共に、アメリカの新択党治療に沖縄県を編入してほしいとする、稲峰の考えを支える、経済的社会的土台であった。稲峰が移民へ深く関わったのは、大東亜共栄圏時代に、 人口再配置による計画経済の影響を受けたことと、戦前の沖縄県が移民を主産業として成立していた事実からであった。やら調備を率いる沖縄教職員会主催の柳原忠夫による1957年の沖縄訪問にも移民事業は沖縄県最高の切り札として期待され、実際、ボリビア島に沖縄県民が送り出された。後に移民は、 瀬永亀次郎等の沖縄人民党から、機民であるとの批判を浴び、また、日本本土への出稼ぎが本格化すると衰退していった。1950年、琉球水産連合会会長の就任要請を受けて沖縄へ帰還した。帰還後すぐに戦後復興を図るためには、石油製品の安定供給が必要だ。と考え、石油販売権を握っていた。 米民政府と交渉し、民間遺憾の承認を得た。1950年9月に、琉球石油を創立、代表取締役社長に就任した。その後、制裁の内助の功に支えられながら、沖縄県随一の企業へと育て上げる。そこから得た収益を、沖縄産業振興や、奨学金制度、国際親善に投入した。産業振興の功績として、 大規模畜産業や、柑橘類の単管、牧草用のネピアグラス、薬草のクミスクチン、黒真珠などが挙げられる。1970年の国政参加選挙に、自由民主党から参議院議員に当選。3期13年務め、沖縄県の発展に尽力。沖縄県保守勢力の中心的存在となる。議員時代は、海洋博覧会の誘致や沖縄自動車道の設置。 などに尽力した。政界屈指のアセアン人脈の持ち主として知られた。独立闘争を支援したことから、インドネシアの建国記念式典に国賓タイグルで迎えられたこともある。日本インドネシア友好団体協議会会長、日本カンボジア協会会長などの要職を歴任した。1989年6月19日死去。去年83。ありがとうございます。